はい、こんにちは。阪急道場弓矢さんです。はい、今日の弓矢散歩は、東京上野にある寛永寺に来ました。はい、もうすぐですね、あの JR 上野駅があるので、もう歩いて3分ぐらいで来れる場所ですね。上野の寛永寺に来てます。はい、もうここはなんといっても外国人観光客にすっごく人気なスポットになります。はい、あの上野公園ですね、あの非常にね緑豊かな公園ではあるんですが、こういったお寺とかがいっぱいあるんですね。はい、ここもねその人気スポットの一つになってます。私のね周りにねすごい、あの今日平日なんですけど人がたくさんいらっしゃって、ほとんどね海外の方ばっかり。はい、今上野公園を歩いてます。はい、すごい今紅葉が一番見ごろを迎えています。今日はですね11月27日、はい、あの下旬になるんですが、今ちょうどねあの先ほどにもありました、もう目の前ね紅葉すごい綺麗なんですよ。はい、あの結構ね日本の紅葉というのは珍しいみたいで、海外の方がね日本に来たら見たいものと言ったら、このね日本の紅葉、カラフルなリーフを見てみたいっていうのでね結構いらっしゃるんですが、本当ね黄色とかねオレンジね、こういうブラウンっていうかね、本当綺麗ですよね。はい、ではですね、あのゆっくりちょっと上野公園を散策したいと思います。上野公園たくさん の観音様ですとかお寺さんあるんですが、ここはなんか清水観音堂の参道になってますね。こういったところも非常に風情があって綺麗です。はい、こんな感じになってますね。非常に綺麗です。はい、でちなみにこの上野公園、秋は紅葉で見ごろなんですが、春はですね、あのここ見えるのが全部桜の木なんですよ。はい、今ちょっとねあの桜の葉っぱ全部ね枯れて落ちちゃってるんですが、桜の名所でもあるので、本当ねあの日本四季折々あの、ね、いろんな顔を見せてくれる上野公園になりますね。はい、上野からすぐですので、あのね日本に来た時、東京に来た時は必ずねこの上野公園ね、特に寛永寺見ごろですよ。はい、今ねちょうど紅葉も綺麗なので、それも楽しめるのいいですよね。はい、ということで今日はですね、今日の弓矢散歩は寛永寺、はい、の紹介でした。はい、皆さん行ってみてください。ご清聴ありがとうございました。